オフサイトミーティングとは場所を変えて会議を行うことを指す。著者はオフサイトという言葉の解釈を広げ、場所を変えることよりも日頃の当たり前や立場を離れて考えることに重きを置いている。オフサイトミーティングの第一のコンセプトは気楽で真面目な話し合いということだ。リラックスした雰囲気でありながら普段話さないような言いにくい話や真面目な話などの自分が大切だと思うことを口にできる場を目指す。もう一つのコンセプトはオフサイトミーティングは道具であり手段であるということだ。組織やチームが実現したい成果によって様々なシーンでの活用が可能である。経営方針の背景情報、現場の最前線で働く人が感じる感覚情報、普段は言いにくい問題意識、人が集まるところには文字で文章に表しにくい非データ系情報があふれている。データ系情報をしっかり扱えば組織の知的資産が豊かになる。だからオフサイトミーティングではライブ感を重要視し、あまり仕切りすぎないようにすることが重要だ。あらかじめ落としどころを決めず、その場で出てきた意見の積み重ねを大切にする。何が起こるかわからないドキドキ、予想もしなかったようなことが生まれるかもしれないワクワク、そういったライブ感を思いっきり楽しめば、話し合いはより楽しく意味あるものになる。日常業務から離れ、いつもの業務遂行モードから離れた思考をするには、非日常感を演出する移動や天地が効果的だ。予算がある場合には、自然あふれる場所を選ぼう。海が見えるところや森の空気が吸えるところ、焚き火を囲んで話し合えるところもいい。特に行けないのなら、ホテルの会議室や宴会場など気持ちが上がるところを選ぶ。貸し会議室なら、窓のある部屋がいいだろう。予算などの都合上、社内で行う場合は日常的に使う場所とは違うスペースが望ましい。著者らは創造的対話を4つのフェーズに分類して考えている。第1フェーズは安定だ。ほとんどの話し合いがこの状態から始まる。当たり障りのないことから話し始め、意見が出ない壁を乗り越えなければならない。参加者が自分の意見を言い始めると、第2の混沌フェーズに入る。ここでは意見が出ることで調和が崩れた不安定状態となり、意見が対立してしまう壁にぶつかることになる。意見が対立してしまう壁を乗り越えると、第3の相互理解フェーズに進み、意見が違えど、お互いが理解できる状態になる。ここで答えが見つからない壁を乗り越えれば、ようやく第4の競争のフェーズに移行する。重要なのは、混沌フェーズでは創造的対話が欠かせないものであることと、壁はほぼ例外なくぶつかるものであるということだ。これら3つの壁を乗り越えるのがオフサイトミーティングを企画し運営するコーディネーターの役割である。コーディネーターはメンバーの状況に目を配りながら話の内容をつかむとともに、創造的対話の4つのフェーズの壁を越えていかなければならない。ところが場の参加人数が増えたり、話し合いのテーマが難しくなってきたりするとうまくいかないこともある。そんな状況に備えるためにコーディネーターは2人1組がおすすめだ。会議中の相談や判断ができるだけでなく、進行役と記録役などの役割分担も可能だからである。コーディネーターに必要なのは人への共感力、大きな構想力、一点突破力だが、これら全てを持っている人はいない。だから2人のコーディネーターはこれらの能力をお互いに補い合えるのが望ましい。コーディネーターはミーティング当日までに目的、ゴールイメージ、進め方の3点を話し合って決めておく。目的とは、なぜ何のためにこのミーティングをするのか。検討課題はあれど、目的が曖昧な会議は数知れない。なぜ話し合いを持ちたいのか、何を話し合いたいのかを言葉にする必要がある。次にゴールイメージだ。もし目的通りに話し合いができたら、ミーティングが終わった時にどうなっているのかを言葉にする。これは松竹梅の3段階で設定すると良い。梅は到達可能ななるべく低いゴールイメージ。松は到達できないかもしれない最高のゴールイメージ。竹は梅と松の中間的なゴールイメージと考えると設定しやすいだろう。進め方ではアジェンダだけではなくグランドルールを設定しておく。グランドルールとは懸念点や注意点を回避し、目的にフォーカスするために効果的と思われる事項のことだ。基本的なルールである話を聞く、正直に話すなどに加え、例えば愚痴や不満が出る話し合いの際には、ここだけの話はこの場以外には漏らさないというグランドルールを設定しておくといいだろう。最も基本的なオフサイトミーティングの一つが、仲間の人となりを知るための自分語りだ。6、8人ぐらいで順番に1人30分ずつ自己紹介をしていく。語る内容は参加者の子供時代のこと、弱みや失敗談、人生の転機などについてだ。
自分語りのコツは30分すべてを一人で語るのではなく、10分語った後、残り20分は周囲の参加者が質問する形で、その人の人となりを引き出せるような構成にすることだ。否定せずに話を聞いてもらう経験をすることで、語る人が自分が話すことにも意味があるという感覚をつかめることがこの手法の特徴である。中には他人のプライベートに関して質問をするのをためらう参加者もいるかもしれない。しかし、軋轢を乗り越えられるプロフェッショナルなコミュニケーションには、土台となる基本的なコミュニケーションが必要だ。お互いの考えや価値観、その背景を理解するために、自分語りは大きな効果を発揮する。自分語りが社会人になる以前のエピソードに注目するのに対し、日々の仕事での違和感、困りごと、不安などを口にするのがモヤモヤ語りである。モヤモヤ語りではホワイトボードを用意し、出てきたモヤモヤを書き留めていく。重要なのは、モヤモヤという言葉のイメージがまだはっきりした問題意識として捉えきれない、なんだか気がかりなことを指すということである。言葉にならないモヤモヤの共有は、チームの現状を事実実態ベースでつかむことにつながる。モヤモヤ語りでは、会社や仕事について共有するため、参加者が共感する場面も多くなる。この時、実は私もそう思うという意見を引き出しながら、参加者同士の議論を意識して進めるのがポイントだ。コーディネーターは、そのモヤモヤをなぜ問題だと思うかを問いかけ、参加者の中の問題意識を明確にすることを意識する。自分たちの現在の姿が浮かび上がったところで、自分たちは本当はどうなっていきたいのかを考えるのが、未来を考えるオフサイトミーティングだ。ここでは参加者に事前に付箋を配り、5から10年後の私たちの仕事に大きな影響を与える可能性のある予兆情報を各自持ち寄ってもらう。このミーティングのポイントは付箋を使うことだ。話せる人、話せない人の差が出てしまいがちなテーマだから、その場で質問を投げかけるよりも付箋に書いて持ち寄った方がいい。例えば1人3枚ずつなどと決めれば、誰もが自分の意見を出せるし、発言量の差もコントロールできる。付箋を使って意見を出したら、ありたい姿に向かってホワイトボードに意見を統合していく。ホワイトボードに貼られた付箋や出てきた意見を書き留めたものを眺めながら、コーディネーターからこの意見の真意ってどういうところにあるんですかと投げかけてみよう。参加者が望んでいることや参加者同士の共通項が見つかり、メンバーのありたい姿が浮かび上がってくるはずだ。未来を考えるオフサイトミーティングの次の段階として、やりたいことを考えるオフサイトミーティングがある。ここからは実際に課題を見つけたり、課題解決の打ち手を作ったりしていくプロセスに入る。各種資料やデータなど、課題を設定するために必要な準備をしておくとともに、あらかじめ何々について議論したいので、それぞれ自分なりのアイデアを考えてきてくださいとアナウンスしておくのがおすすめだ。進行で気をつけたいのは、顧客価値の高さと自分たちがやりたいことのバランスが取れているか、実現した時の効果の高さと実現までの難易度、時間、資金のバランスが取れているのかの2点である。これらのバランスを取るためには、少数意見や反対意見もじっくり取り扱うことが重要だ。話し合いが賛成に傾いている時は、浮かぬ顔をしている人に話を聞いてみよう。オフサイトミーティング終了後には必ず振り返りを行いたい。やる気を持って参加した人、2人から5人程度で集まろう。振り返りの方法としては2つが紹介される。チェックリスト方式は、オフサイトミーティングを振り返る観点をあらかじめチェックリストにまとめておいて、項目ごとに振り返る方法だ。メールでも回答できる上、メンバーの声をある程度平等に拾い上げられるというメリットがある。対面で話し合える場合は、良かったこと、うまくいったこと、いまいちだったこと、よくわからなかったことを出し合い、その中から次につなげること、生かすことを選ぶ。ここで注意したいのは、目的をはっきりさせてから振り返る。定性的な面もしっかり振り返る。どう考えたらいいのかわからないモヤモヤも出すの3つだ。目的をはっきりさせないと、できていないことを列挙する反省会になってしまう。ネガティブなことに注目するのではなく、当初設定した目的に対してどうだったかを考えるようにしよう。